結構車ってめちゃくちゃこちら、セミ業界ルパッシハロー YouTube。 10年ほど前から、結構疑問に感じてるところが多いんですよ。車に関する税金だけでも、まあ、最低分かるだけで4つあるんですよ、4つっていうのが、消費税、買えば分かる消費税、取得税に、重量税と自動車税、この4つ分かるだけなんです。車ってめちゃくちゃ重税だと思わないですか？で、この税金の行き先っていうのもかなり疑問なところもありますし、国的にはね、なんか明確にしてるとか言ってるんですけども、あんまり僕たちまで情報が届いてこないじゃないですか。最近ですね、もう軽自動車っていう枠組みがなんか小型車とのなんか境目がどん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 なくなってきている気がするんですよね。言ってしまえば小型車よりも軽自動車の方がなんか広くないですか？大きさもなんか最近大して変わらない。下手すりゃ高さなんて軽自動車の方がでかいですよね。で、軽っていう割にあの小型車よりも重いんですよ。わかります？じゃあもう軽自動車の特化してる部分って何なのって言ったら、もう排気量ぐらいしかないですね。細かく言うと全長とか幅とか、高さの寸法って決まってるんですけども、プラス排気量っていうのが軽自動車の区分になってくるんですけど、ほぼ軽じゃない。大体もう軽にターボがついたらば、小型車よりも下手すら力があるっていう状態になってるんですよね。で、そんな中でもう軽自動車って必要なのかっていうところに疑問を感じております。もう一つだと税金ですね。軽自動車と小型自動車、まあ、1トン未満って呼ばれてる、めちゃくちゃ軽い車と軽自動車の重量税の差ってどれぐらいだか分かりますか？例えばですけども、軽自動車で言うとタントとか、スペーシアとか N ボックスとか、あの辺のクラスっていうとですね、上のグレードになってくると車重がですね1トン超えてくるんですね。1020キロとか、まあ、1100キロまでいかないんですけど、1010キロぐらいまでの重さがあるんですね。対する小型車、大体言われてるのが 1000cc とか 1200cc とか、まあ、最近多いのがダウンサイジングターボ化されている車なんかなん、そうなんですけど、エンジンがすごい小型化されていて、しかもボディがかなり簡素化されて作られてるんですね。まあ強度はあるんです、強度はあるんですけども、技術が向上してきたことによって少ない鉄板、少ない材料で軽く作られてくるようになってるんですね。その場合1トン切る車があるんですよ。で、軽自動車は1トン超えてる、乗用車の方は1トン切ってる。この状態でなんとですね、重量税2倍以上小型車の方が高いんです。おかしくないですか？なんで軽自動車の方が重いのに安いの？なんで小型車、軽自動車より軽いのに高いの？もうその辺の差がもうあべこべです。税金ってめちゃくちゃ闇が深いところなのかなと思ってるんですけども、皆さんもどんどん意見を上げていきましょう。で、もっと自分たちが車に乗りやすい世界を作っていければいいんじゃないかなと思っております。今回はこれで以上になります。で、もしよければですね、グッドボタンとチャンネル登録、あのインスタとかツイッターなんかにアップしていますので、ぜひフォローしてください。整備業界をぶっ壊す。それではまた会いましょう。バイバーイ。